キリンは20分しか眠らない。よっ、どうもしくらです。ジョン、セイヤドゥ、ヤスユキ。どうぞ。今日の企画は男を沼らせるテクニック。動物の豆知識やたらありません。いや、一時調べてたんよ。そういうなんかネタ欲しいなと思って。何でしたっけ、今日は。今日はね、沼らせるテクニックということで、はい、今回もインスタで募集させていただきました。ありがとうございます。男に追わせるであったりとか、うん、ほんま沼らせるですかね。沼ですね。うん、募集したんで、はい、それをちょっと読んでもらってコメントしていきたいなと思っておりますが。はい、実際あります、やられたなっていう。これは沼らされたな。沼らされたエピソードあるんでしょうね。まあやり捨てとかですかね。いや、それがでかいかな。普通に男もありますからね。一回やってそのままもう連絡されたあるある、あるある、全然ある。そういうのはやっぱ結構代表的な沼らされですけど、沼るってやっぱ脈あるんかな、でもないんかなの連絡だと思うんですよ。結局そうです。こっちが連絡したらめちゃめちゃいい反応くれる。好きって言ったらでもごめんちょっと付き合えましないかな、でも連絡したら絶対電話出てくれるとか、なんかそういう時に沼ってまうから。いや、まさにいけんのいけないのっていうのが分からない時にずっと適度に気になってしまうっていうのはあるのかなと思うけどね。男女一緒っすね、結局ね。まあということでね、今回は男性にこういうのを使えば沼らせられるんじゃないかというのをね、読んでいきたいと思います。それではやっていきましょう。好きとかめっちゃ言ってその日にさせるけど突然 LINE 既読無視。俺はだるい。あんまりなんかえとか思わんかも。だるいな。そうやろ。だるいな。でこっちが好きやったら分からんけどな。あ、そうやそうや。向こうがめっちゃ好き好き好きで返し見たら既読無視やろ。うん、そう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 。ちょっとだるいな。あれは分かってくる。あれやな。この文字で見てるから裏の理由が分かってるからやわ。多分。いざ好きとかめっちゃ言ってくる子から既読無視で帰ってこないってなったら。それはそう。そうっすよね。じゃあ効果抜群だ。まあそうやな。じゃあ効果抜群でした。ごめんなさい。だるいって思っちゃうぐらい。いや、そうやそうや。いや、刺さるってことだから嫌だ。失礼しました。助けてが言える女はいい女に見えるけど実は策略的。おお結構これまでの動画で俺ら言ってきてんじゃない。ダミの助けてが大好きですとか、はい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 、そういうの言ってきたけど意外に策略的だぞっていうことをこの人は言っております。なるほどね。そんなことないです。そんなことないよ。そんなことないです。ピュアよ。そうやな。助けてを求める子は。助けてってガチで言われたことある。ないです。ないないよ。それは聞くな。ないよ。ないんだから。いやでも俺あるんですね。相談とかでされて助けてって言われてこっちが好きになっちゃったことはまんまとあるよ。あ、まんまだ。全然あるよ。まんまだ。まんままんま。ほなこれも当たってんね。同じ柔軟剤を使って〇〇さんと同じ香りが良かったんで真似しちゃいましたとアプローチ。これはざといね。絶対好きや。絶対好きやなるもん。結構なんで同じ柔軟剤ってわかるの。聞くんじゃん。聞いた上でな。いい匂いですねって何年使ってんですかって私も買いましたってことですよ。もうさらっとそういうこと聞きますよ事前に。これはざといですね。ちょっと好きになっちゃいそうですね。未だに好きやったこの柔軟剤忘れられへんもんな。ちなみに何があんの今まで。過去に何があんの。いや何かわかんないんですけど。分かってないんか。あのこの匂いやみたいな。ああそれはそう。それだけは絶対わからん方がいいぞ。知ってもうたら買ってます。この人の部屋に半分くらいさ同じぐらいさ撮影の手伝いでさ片付けた。おおあいつまだ買っとるやんけ。よく見ていつまで買ってんのやと思うよ。いや香りって一番沼るな。香り強い。香り強い。香りは強いよ。マジか。香り強いよ。こんばんしたことないわ。ドライブ中寝ていいよって言われたらありがとうって言って手つないで寝る。あ、最高。手つないで寝る。手つないで寝る。こうだね。まあめっちゃ可愛い。可愛いですね。めっちゃ可愛いけど追いかけたい感じではない。そうだね。可愛らしいなって感じ。行為がすっごいわかるからキュンキュンする。可愛いよ。10回に1回ぐらいお誘いに応えて存分に楽しむ。10回に1回1回かちょっと合わない。どうです。10回に来てくれたら。10回に無理やで。10回やったら50回送られる男でも無理だ。え、だからその時も誘ったら毎回来てくれてたから。ああ。ほなあかんか。ほなあかんな。ちょっとやりすぎか。やりすぎやな。5回ぐらいしといてほしいね。せめてね。5回に1回でいける。多いな。3-1ぐらい。せめてな。この人が多分一番かっこいいんじゃないかな。おお、かっこいいんだよ。勝手に沼ってる。かっこいい。私の周りの男は。勝手に沼って教えてくださいって言ってる。分かんないよっていう。
し、天才型がいますよね、そういうやつ。天才は分かんないだからね、天才は言語化できないから、うん、みんな気づいてないけど、俺かっこいいって言いすぎてちょっと驚きました。言わんで音も拾ってないから言わんで完全に騙せると思ったみんな。けど、どうしても言わなきゃいけないなと思って、言わんで考えます。一応ね、言っときます。言わんでええねん、隠し事したくないからみんな。おならするような格好してないのよ。二人の時は最大限に楽しんで、みんなでいる時は他の人と楽しむ。あっ、これはこれマジでいくぞ。これ大正解。これちゃう、大正解。うん、完全にこれ超一位。これやな、今ね、暫定一これやな。一位ですね。あー、これはね、やっぱね、えげつないっすよ。変なことしなくていいんだよね。ただ楽しいことを楽しんでたら、男が勝手に追いかけるっていうね。そうそうそう、まあね、ねで、一緒にいるときにさ、スマホ触ったりとかさ、電話したりとかさ、ちょっと悩むやん。ちょっと悩む。目の前の子に対してすごい楽しそうにしてくれて、でも離れた瞬間に連絡しそっけないなとか、めっちゃ沼るんよ。それで他の男と楽しんでね、まだ喋ってますよ、キャンパスで。俺は追いかけちゃうね。昨日あんなデートしてたのに、楽しそうにしてたのにつって、次の日グループで会ったら、ずっと他のやつと楽しそうにしてるのを見させられてるわけでしょ、これ。そういうこと。俺じゃない、えぐいよ、これ。その人が好きな曲、さりげなくストーリーで使う。あー、今っぽさりげな。これはもうちょっと僕は分かんないです。ちょっと気になるか。なんかちょっと遠いなって気がちょっとするけど、埋まるまで、埋まるではないけど、ちょっと俺のこと気になってんのかなと。きっかけになるかもしれない。きっかけになるかもしれない。おじさんすぎるんでしょうね、こっち。俺らがね、そのストーリーをそういうものとして使ったことがないから。そう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 。あ、そうだね。緑で俺に来たとかも俺よく分からない。俺も分からない。でもそういうのが結構みんなやってる人の中では多分結構これはいいんじゃないですか。やめろって、C みたいな。二人の時は弱いとこついて、理解してるよって言って、大人数でいる時は褒めたり、あげたり、立てたりする。お上手。悪い女、悪い女、いいよ、いいよ。お上手になりますね。これはほんまにいい女って刷り込まれそうですね。男を立てるみたいな話ですもんね。みんなの前で下げないってのは、そばに置いときたいな、こういう子な。そうだね。二人でいる時はいじったりもしてくるってことでしょ。すごいんけ。チューしてって言われるの恥ずかしいから、相手の目隠してしたら、めっちゃいいって言ってもらえた。まあまあまあ、かわいい、かわいい、これは。かわいい、これすごいかわいいな。すごいかわいい。すごいかわいい。かわいいよ。まあ、かわいい。かわいい。まずね、かわいい。めちゃめちゃかわいい。かわいさはだいぶすごい、これは。いや、確かになんか、長く付き合っても、照れてるっていう子は結構粘るかもしれない。照れを忘れないというか、恥じらいがあるみたいなのって、結構大事なポイントな気がした、今考えたら。お付き合いしても、結婚してもさ、そうそうそう、恥じてる子っておるもんな、たまに。そう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 、こっちを男でいさせてくれるというかね。そう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 、こっちも頑張んなきゃな、私。確かに、確かにそういう意味では、ゆっくりと浅い沼に使ってるのかもしれない。いいね。とにかく、それしたいために追いかけてくるの。相当うまいやろな、テクニック。テクニック自慢。でもこれはほんまにそうやと思う。ほんまに個人差が大きい技術やからこそ、めっちゃうまいけど、俺普通にめっちゃ連絡する。連絡する。違う意味やん。セフレ希望やん。セフレ沼ね。セフレ沼ですね。違う沼でした。あ、でもでもそれはそうやわ。あ、そうかそうかそうか。さらにセフレ沼がありまして、竿も玉も舐める、お掃除舐めもする。わー、すごい。全部舐めちゃうよ。あー、綺麗な子だ。綺麗な子、全部舐めるってことでしょ。綺麗な子、お掃除上手ね。掃除好きやもんな。掃除好きやね。それは男の好きですよ、お掃除好きな子は。これもある種忘れるなんですかね。はいはい。ものすごく鈍感なふりをして、好きと言わせる。あー、ちょっと上手いですね。そういうことか。今の伝わったやろっていうやつ。あれ続けて、なるほどなるほど、なるほどね。確かに確かに、伝え続けることしかできないもんね、こっち側としては。ってことは、そう思い続けてるってことだもんね。何考えてんだ、分かんないみたいな時間がね、やっぱすごく多くなるしね。うん、そうそうそう。こう、なえるけどね、人によっては。いや、俺は正直心折れる可能性高いですよ。緊張はそうやろな。青くれで、ビビリの装飾ですから。だから、こんだけ言って
ってて鈍感ってなったら、うん、デリカシーなってなる時あるんですよ、うん、ちょっと空気感合われみたいなセンス感というかね、その反応で俺傷つくこと分からへんかな、はい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 、時があるんで相手によるね、人による、ただこの人は相当上手いんだろうね、だから、うん、ちょうどいいね、そう思わせない程度の、確かに確かに、好きな人いるのと聞かれた時、じっと見つめた後にノーコメントで、これ分かるかもしれんな、分かる？これ俺逆に全然分かんないんだけど、どういう効能？いや、おらんって言わへんってことは、俺なんかなみたいなあるやん、あ、そういうこと、これはそうちゃう、ちょっと俺の読み方がミスったけど、そうちゃう、なるほどね、だから見つめてきてるってことやろ、だから、あ、見つめてきてんのか、そうそうそう、あ、じゃあ目で語ってんの、あ、そりゃ強えな、そう、それ強いわ、いるのって言われて、じっとまず見つめた後のでやから、あ、伝わりました、なるほどなるほどなるほど、これよくよく考えたらめちゃくちゃ強いね、じゃあ首とかかしげられたりしたらね、止まんないですよね、あのかしげは何だったんだっつって、あー、かしげ考えて帰りずっとあのかしげは何だったんだっつって、ワンカップ見えるだろ、当たり目うめえなっつって、なんてことやねん、めっちゃ尽くして急に冷たくする、彼は今やストーカー、あー、でも確かにね、そうなりそうやわ、原理原則をきっちりやるとここまで持っていける男、危ないよな、良くないよ、良くないよ、それはやりすぎだよ、まあ良くないよね、冷たくされたくないな、ただ俺ちょっと傷つくかもしれない、片思いかなって不安だったら、皆さんは乗り越えれるんですか、冷たくされるの、ちょっと冷たくされるの、乗り越えられないよ、乗り越えられない、乗り越えられない、乗り越えられない、そうそうそう、まあ俺も乗り越えられないね、付き合ってないんやろ、だって付き合ってないんじゃない、でも、ま、もう一回開きたくない、もう一回欲しくなるんだ、あの果実を、ストーカー認定です、はい、名前でございます、これ別れた後の話は絶対、そうだね、多分そうだよな、これのことなのかな、ランジャタイ好き、お笑い好き男はホイホイ寄ってくる、ああそうなんや、そうなんすかね、ランジャタイ僕も好きですよ、話が合いやすそうな感じがするわ、漫画好きですみたいな、少年漫画私読むんですっと、なんか同じ感覚、なんかちょっとだからニッチなところを好きって言っとくと、合致した時に特別って思われやすいよってことやな、それはそうですね、好きな芸人はって言われて、おーっていうよりそういうの言った方がいいよね、テクニックはそれはあるかもしれない、ほんまに好きやったらな、いいよ、そうだね、そこで嘘つくのはあんま良くないね、街中で歩くときちょっとだけお尻触ったり、座ってるときに太ももの間に手入れたり、でも家ではドライ、エッチーよー、ほとんどやってるって、嫌やな、これは嫌です、あれじゃない、家であっちからのアクションはないけど、こっちが行ったときはもうしっかり受け止めてくるって感じ、外でムラつかないといけない、外から行かないけど、しないわけじゃなくて自分からのアクションが減るってことだったらムラムラするけどね、それならええわ、家着いた瞬間にブチューしたいし、年上にちょっとタメ口使ってみる、あー、キュ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 、たまに出るやつか、よくジョンがね、大好き大好き、ジョン一押し理論ですから、そう、ただ年下に恋しないんですけど、キャラ聞くのよ、これはいいよね、これはすんごいいいな、そうそう、これはいいと思う、なんか奥手な男だけなのか分かんないんですけど、うん、あっちが勇気出して近づいてくれたんだなって行為をすっごい尊むのよ、なるほど、自分ができないことを彼女がしてくれたんだなって思うとすっごいありがたくて愛しくなるというか、そうそう、だからこれも多分そうなんだと思います、ちょっと舐められてるくらいが嬉しいから、ね、分かる分かる、逆に舐められてないとこっちが踏み込んでいいかもちょっと不安になってするよね、今の時代だと、大人数の中でいる時こっそり視線を送って目が合うと笑顔でも喋る時は好きを感じさせない、ああいいんじゃないですか、めっちゃいいっすね、結構好きですよ、目合うと笑顔か、目合うと2個が一番強いよね、強い、一番は言い過ぎたな、一番あるの元っていうの、一番なんだろうね、ハグかな、目合うとハグ、目合うとハグ、でも2人でやったら喋れへんね、やばすぎやろ、やばすぎやろ、大学生のサークルとか飲み会の時とかに目があって2個みたいなやつおったわ、ええなぁ、もうないで、そんなでも今ないっすもんね、ない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 、2個とされる機会ないわ、他に女の子がいる機会すらない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 、ほんまに遠い、ほんまに遠い、ほんまに遠いよな、ほんまに遠い、身体的にもこの距離も遠いわ、1、2メーターぐらいだったんだ、10メーターぐらいですよ、ほんまに戻りてぇな、その反対側とかしかないそっちかないやろ、別にそれは俺やろ別に、
はい、ということで、はい、まあ、今回もいろんな女性のいろんなテクニックを教えてもらったわけですが、はい、まあ、どうですかね。沼るやつももちろんあったし、はい、沼るまでいかなくてもこれはめちゃめちゃ可愛いなっていうのはちょこちょこありましたよね。うん、けど監督が言ったのに結構好きってませんでした、うん、好きなんかな、好きじゃないんかな、うん、がいろんな場面で違う部分が出てくる。そうね、そうね、顔あったら2個、あ、喋、まあ、る時は好きでないみたいな話とかって全部そうだと思ったんで、はいはいはい、まあ、そりゃそうよね。まったり追いかけたくなるってことは、どっかでちょっと脈あるんかなって思わないと、うんうん、いや、そうそうそう、可能性がないとね。さすがに男もその0100で戦わないですから。なるほど、なるほど、絶対ないとこヒリヒリ男とかってほとんどないよね。それは絶対おらん、うん、だから好きが持てるとかなんか言っていいですね。確かに確かに、いけるかもなみたいな。まあ今ぜひね、はい、あの男にお会いしたい人とか、はい、まあ、彼氏でも使えたりすると思うんでね。あ、全然そうだね、絶対そう。ぜひ参考にしてみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。